はい、こんばんは。どんチャンネルです。4月26日。もう早いですね、えー。今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルは、ゴジラ vs コング新たなる帝国。うん。現代は、ゴジラ vs コング t ザニュ e エンパイア。うん。まあ、勝った方が、 まあ支配者になれるよみたいなニュアンスと思うんですね、うん。2024年のアメリカ合衆国の怪獣映画、ゴジラとキングコングのリブート映画、ゴジラ VS コングの続編で、これ3年前だから2020年か21年だと思います。モンスターバースの第5作、監督アダム・ウィンガードや、脚本のテリー・ロシッタ、キャストのレベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘン、 ヘンリー、カイリー・ホットルは前作から続投。まあ、ほぼほぼ前作の世界観を継続しているということですね。うん。ゴジラとコングによる壮絶な死闘に決着がついてから3年後、ゴジラは地上の怪獣たちの脅威を抑え込み、コングは本来の故郷である地下空洞で暮らしていた。しかしコングは未だ同族の存在を確認できず、孤独を募ら,募らせていた。 えー、そんな中、地下空洞から謎の波長の電波信号が感知され、ジアもそれに独自に、ええー、ジアもそれを独自にイメージとして受け取っていた。うん、バニーの調査でそれが地下空洞から怪獣たちに発信されている救援信号の可能性が浮上し、アイリーン、ジア、うん、バーニー、 トラッパーたちが調査のため地下空洞へ乗り出す一方でコングは地下空洞で発見した新たな土地でついに同族と巡り合うも襲撃を受けこれを撃退するその一頭である妖体スーコに、まあ、ミニコングって称してるんだけどねスーコに案内してもらった先で無数の同族たちを奴隷同様に支配するスカーキングとその配下シーモと対峙する ま、あこのス、スカーシングが、この映画の中のラスボスになるんですね、うん。で、まあ、簡単に図式を説明すると、まあ、なんていうの、この、えっ、ー、と、パシフィック、あ、なんだっ,っけ、か、慣れっけ。あ、パシフィックリムでもまあ、同じような設定だったんだけど、地球があって、 その外側と地球の内側、それぞれ、あの、人が住める空間がありますよ、みたいな定義なんですよね。で、地上の支配者としては、まあ、ゴジラ。で、地球の内部の支配者としては、コングとして、まあ、住み分けができてますよ、と。ところが、えー、っと、地下の実力者は、コングっていう、キングコングだったんだけど、そこにね、 実はね、あの、スカーキングっていうのがいて、まあ、キングコングの同族たちを支配している人、支配している者がいるんという設定になるんですね。で、かつ、手名付けている怪獣が、なんか名前忘れた、あの、バルゴンみたいなやつで、まあ、冷凍怪獣なんですよね。で、それが、まあ、地上に出てきて、地上も支配しようとする。 でも、ゴジラは地上にいるんで、それを阻止しようとするで、キングコングも、まあ、ゴジラと共闘するみたいな動きなんだけど、その共闘するときに、その間を取り持つのがモスラなんですよ。で、さっきの救難信号っていうのは、その、まあ、昔で言ったら、インファント島のさ、あの、双子の小美人がね、発信している、まあ、イスカンダルの、<laughs> イスカンダルから急に信号が出ているようなものだと思ってください。うん、でまあ僕たちまあ去年還暦を迎えて今年6 0歳になった僕たちが、まあ、こういう風な映画を見るとあそういえば自分たちが子供の時も、えっと、キングギドラがやってきてそれに対抗するためにモスラがゴジラとラドンに仲良くしてくれって。 ね、で、協力し合おうぜ、みたいな提案をするような <laughs> 映画がありましたけど、まあ、あれのワールドワイド版だな、というふうに僕は理解しました。で、今日たまたまさ、ヤフーに記事が載ってるんだけど、無重力状態での戦闘シーンがすごいみたいな触れ込みが書いてあったんですね。ああ、なるほどね、って <laughs>、思いましたよ。うん 確かに今までがな、今までないようなね、あの、戦闘シーンとかも、まあ無重力状態になるっていう過程のもとに描かれていて、まあね、工夫されているっていうのはわか、わかる、わかったんだけど、まあ往年の東方ゴジラシリーズのファンの私としてはですね、もう大体こう、もう物語もわかるんですよ、まあ、流れも。ああ、そう来るんだね、みたいな。 うん、で、そんな、そんな驚きもないし、ああ、ゴジラがいて、キングコングがいて、モズラがいて、で、別,別の怪獣もいて、みたいな図式もすぐ飲み込めたし、うん、まあ、そういう意味じゃね、あの、僕たちってこう、新たなる驚きっていうのがあんまなくてね、ちょっと残念だなっていうのがあったのと、個人的にはね、やっぱあの、 エメリッヒゴジラみたいな感じでさ、ゴジラがね、あの、トカゲみたいな動きをするのはちょっとやっぱいただけないんですよね。邦画のゴジラっていうね、こうやっぱこうどっしり構えて、のっし、のっし、のっしと歩いて尻尾がピューンってくるような動きじゃないですか。で、やっぱこの、このヨー、ヨーガ版のゴジラはやっぱこう、なんていうの な、まあまあ、毎回ちょっと形はディフォレメされるんだけど、やっぱね、こう、アメフト選手みたいな動きするんですよ。こうタックルしたりさ。ああ、やっぱそういうとこってアメリカンナイズされちゃうんだなーって。うーん。まあ、こう体と体でこう体当たりするとか、ボックシュートな、バーンってこうパンチを浴びせるとかね。そういうアクションが受ける。 だから、それに合わせてゴジラの設定もそういう動きができるように変えてあるっていうのが見て取れてね。やっぱ、まあ昔からのね、昭和からのゴジラファンの僕、僕、僕たちからすると、ゴジラってね、そんな動きはしないんだけどね、みたいなところでね、ちょっとやっぱ引いちゃうんですよね。で、モスラもさ、あんなこう、手足がさ、あんな長かったらなんか嫌。<laughs> なんか嫌。<laughs> モスラの手足はもうちょっとこう、ちっちゃい方がいいと思います。で、目がね、ちょっとやっぱクリッとしていて、可愛い感じでしてほしいんですよね。こう、平和の使者っていう触れ込みなんで、やっぱね、やっぱ往年のゴジラシリーズを子供時代からそれに慣れ親しんできた方からすると、やっぱりこう、今風にね、デフォルメって言ったら悪いけど、 やっぱ僕たちが子供の頃から見ているゴジラ。まあそのゴジラもいろこう、形的には変遷もあるんだけどさ。まあ、ね。つぶらやさんがやったゴジラが、まあ今に至るまで全然変わってないということではない。昔はもう、あの、シェイするゴジラもいたぐらいなんで、うん。でもね、やっぱりこう、なんか違うなって。ちょっとね。 ゴジラってそんなんじゃないんだよねっていうのがやっぱこう見て取れて、その部分がね、ちょっとこう、引っかかりとしてね、出てしまって。で、あとね、もう一つ思った。顔の表情がね、豊かすぎるんですよ。ゴジラもキング、コングも。ああ、やられたとか、なんかこう、表情がね、すごい豊かで <laughs>、 <laughs> そこまで表情でものを言うかな、みたいな。うん。<laughs> でも実写映画なのに、なんかこう、ちょっと漫画チックに見えてしまって、結構僕ね、笑っちゃったんですよね。<laughs> いや、僕の言いたいことっていうのはね、あの、見てもらえればわかります。うん。やっぱ、日本人のこう、わびさびうん。うん、こう、口に出して言わないけど、察してくれよ、みたいなさ、 そういう、こう、そそとしたね、感じでいきたいんだけど、そうじゃないじゃない <laughs> ちょっとね、こういう、ちょっと笑ってしまうのはほと失礼かもしれないんだけど、なんかね、なんか違いました、残念ながら。<laughs> まあ、それも含めてね、あの、楽しめる人はいると思うんで、まあ、見に行ってください。 ヤフーに載った記事を見る限りね、あの、世界的にはね、あの、工業的に成功してるみたいで、まあ、それはそれでね、まあ、いいことなのかなと。まあ、シリーズがね、継続していって、ゴジラっていうコンテンツが、まあ、ずっと続いていくっていうことでしょ。受けてるってことはね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。